こんにちは、生活冒険家のなるです。今日はですね、まあ、今ちょっとコロナの影響でですね、まあ、ステイホームと、まあ、家にいないといけないというところでですね、まあ、何かこう自分が今までやりたかったことにいろいろ挑戦していこうというふうに思っていて、でその一つがですね、まあ、ほら畑というか、食べ物のこう自給、食べ物育てるっていうことをやりたかったんですよね。まあ、そこでですね、今回、まあ、5月で種まきにはまあ絶好の季節ということで種まきやっていこうと思います。種なんですけども、この1年間ですね、何か果物とか野菜食べて出てきた時の種だったり、先々でですね、まあ、畑やってる方からいただいた種みたいなものをこの1年間、大切に保管していて、その種をついに負ける時が来たっていう感じですね。はい、じゃあまずはこちらの、黒仙石という豆から巻いていこうと思います。で豆皮ですね、基本的に表面出てて大丈夫なんで、このままですね。続いてこちらの豆ですね。続いてこちらの豆、これ剥いて中埋めていきます。こんな感じであった。よいしょ。よし。続いてこちらの黒豆ですね。よいしょ。まあ、深さはですね、大体1センチから、まあ、1.5センチぐらいって言われてて、まあ、ここにこういう風にですね、種を入れていきます。よいしょ、ポンポンポンと、でギュッと埋めて、ギュッとね、よいしょと。続いてこれもはやちょっとですね、何か覚えてないんですけども、こんな種も植えていきます。これ人参ですね。これはですね、アルモンデさんでいただいた種ですね。で、人参の種はあんま出てこないので結構もさっと握って、それを全部そのままたくさん入れてもいいというふうに教わりました。よいしょ。ふわふわしてる。続いてかぼちゃですね。そしてこれはつる首かぼちゃですね。バターナッツかぼちゃなんて言われたりもします。はい、でこれは八朔かな、多分八朔っすね。はい、まあ、出ればラッキーぐらいの感じっすね。まあ、果樹は、うんうん。
よいしょ、ここも8作かな。これはポンカンっすね。ポンカン。はい、でこれが最後っすね。これが大分の小久保純平さん、ミュージシャンの方のお家にお邪魔した時に、いただいた甘夏の種ですね。今日が実はですね、5月の7日で満月なんですよね。で、まあ、満月から満月の前日5日間は月のこうウィーンと上から引っ張る力、まあ、月の重力ですねが働いて、種まきにはすごく最適な時期ということで、まあ、ギリギリ、まあ、滑り込みなのか分かんないけども、種まきの時には月の動きっていうのも、見ていくと、気にしていくとより良いということです。はい、というわけで種がまき終わりました。でここにですね、今から、たっぷり水をあげて、で、一旦、後日様子を見ていこうと思います。ということでですね、まあ、こうステイホームの楽しみ方というか、まあ、ずっとやってみたかったですね、種まきを今回やることができました。でですね、まあ、後日ですね、この種がどういう風になっていくかっていう観察も、お伝えしていければなと思ってます。こんな感じでですね、まあ、生活冒険家としてですね、まあ、住まい家のみならずですね、食べ物といったところも、やっていきたいなというふうに思っています。この動画をいいなと思った方はですね、グッドボタンと、あと、チャンネル登録の方、よろしくお願いします。ありがとうございました。